遅いじゃねえか。俺たちをここに集めた依頼人はまだ現れねえのか。慌てることはねえさ。それとも結婚式にでも呼ばれているのか。だがよ、俺たちにこの案内状を出したやつは一体何者なんだ。まったく案内状一枚でこんな地の果てまで来ちまった俺もどうかしてるぜ。あら、あんたがどうかしてるのは生まれた時からじゃない。だいたいあんたが間抜けだから。私までなんだと。このアマ、もういっぺん言ってみろ。くたばりやがれ。やめた、人殺し。勝手にやってろ。案内状によると、俺たちの目的は芝城の奪回。芝の一族がカオス軍に滅ぼされてから20年経つ。今じゃこの星はカオス軍のものだ。しかし、本当に可能なのか。芝城の奪回は全カオス軍相手に戦争を追っ始めようっていうのか。あのカオス人は精神生命体だ。指導者の意思によって、ちょうど女王蜂と王が死ねば、この星中の全カオス軍は崩壊する。少数精鋭ってわけだ。静かに城に近づき、王の寝首をかく。簡単だな。子供でもできる。だが生きて帰れる保証はない。案内状に入っていたのは、奪回のための計画書と。これだ。一体何の意味だ。かつての芝城の城主、芝大王の紋章は、力と正義を表す槍の方、つまりスペードだ。その方の騎士団は、スペードナイツと呼ばれていた。我々も城を奪回し、芝王の栄光を取り戻すために選ばれた義勇兵、スペードナイツってわけさ。で、選ばれた戦士は何人だ。13人さ。なぜわかる。見ろよ、依頼人が書いたもんだ。俺は6。俺は4だ。俺は7だ。8よ。私たち案内状がつく前は別々の体だったのよ。3 5 2 10だ。俺はジャックだ。俺たちに名前は必要ねえ。こいつで呼び合おうぜ。私はクイーンよ。この計画はバレてたようね。外にカオス兵が2人いたわ。何？慌てないで。2人とも死んでるわ。お嬢さん、あんたがやったっていうのか。見かけで判断しないことね。私はプロよ。殺しのね。素手で99通りの殺し方を知ってるわ。こいつはカオス兵だ。クソ、スパイか。気をつけて。カオス兵は精神生命体。体はただの器に過ぎない。これが本体よ。残る戦士はあと2人。いや、ここにもう1人いる。
奴がカオス兵だとよく分かったな。カオス兵は匂いで分かる。奴らは精神保存球を回転させるのに使うオイルの匂いがするのよ。で、君は、いい香りがする。パリュールか。力強く感動的だ。君にぴったりの香水だ。てめえ、いつからそこにいる？さっきからさ。クイーンだったな。外へ出ないか。ここは暑苦しいし。デートの誘いならお断りするわ。デート？まさか。君にボディーガードを頼もうと思ってね。何しろ外は物騒だからな。